皆さんこんにちは、40代初心者のフォートナイトです。チャプター4シーズン2の進撃の巨人コラボ初日で、リプロイできたのでぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。初動は、スラッピーショアです。上空からショットガン探しましょう。なんかレールが設置されているな。ショットガンは見つかりませんでしたが、早速雷槍が落ちていました。せっかくなので、使ってみたいと思います。全部で8発まで撃てるようですね。とりあえず試しにつけてみました。ウッド反動で少し後ろに下がっちゃいます。建築へのダメージは450のようです。鉄以外は一発で壊せるようだな。リロードするのに 2.5 秒かかります。ボットが降りてきたので撃ってみます。ウッド飛び上がるのでそこからエイムを合わせる必要がありますね。ちょっと当てるの難しそうだな。まだ周りにボットがいるので、もう一度撃ってみます。ダメージは、70ですね。思ったより少ないな。落ちますね。雷槍使えませんでしたが、3人目です。ガードタワーが近くにあったので、撃ってみました。きっとここには、進撃の巨人コラボのアイテムがあるでしょう。やっぱりありました。立体起動装置です。早速使ってみましょう。起動と攻撃の両方できるみたいです。さらに雷槍は立体起動装置で移動中にも使えるようです。おお、これ使いやすいな。スパイダーマンより直線的に動けるのがいいですね。白いゲージは時間で回復しますが、緑のゲージは使い切ると立体起動装置がなくなるようです。しばらく移動の様子をご覧ください。この赤、ホバーボタンを押しています。ここで攻撃ボタンをさらに押すと攻撃できたみたいです。ちょっと攻撃してみましょう。こちらは大仏で500ダメージ出るので鉄でも一発で壊せるようです。向こうから雷槍を撃ってきていますが、動いているのでスナイパーで抜きづらそうですね。かなかなかとかスマッシュは抜きやすかったけど、これは難しそうだな。不意打ち間にしました。ストームに飲まれてしまいますが、スラープジュースも出るし大丈夫でしょう。ここではオーバークロックパルスライフルが確定で手に入ります。後で見せますが、腰打ちと狙った場合に発射速度が変わります。特に腰打ちがマシンタイムみたいに速いので、ぜひ使ってみてください。余っているスラープジュースを飲んでから移動しましょう。スラープジュースは、20秒で体力とシールドを、120ずつ回復できることを覚えておいてください。武器を買ったので、スラープジュースを飲んでから移動します。1秒で6回復できるので、ストームダメージより速いスピードで回復できます。中盤のストームだと無理だけど、序盤なら全然平気だな。立体起動装置で攻撃してみたいのですが、もうショットガンでいいや。あ、間違えた。あ、ナイス。雇っておいてよかったな。この距離だと雷槍は狙うの難しそうです。撃つときにちょっと飛ぶのがね。オーバークロックパルスライフル撃ってみましょう。狙うとこんな感じのスピードです。狙った場合のダメージは57で、ボットだと85まで出ます。建築へのダメージも38あるので、結構壊れます。ハボックサイレンザー突き当たるとは、同じミスティックでも26だから、1.5 倍ぐらい建築にダメージあります。それにしても一発も当たらなかったな。今度は、腰打ちの場合を見てください。腰打ちの場合のダメージは38で、ボットだと57です。もう一度、見てください。アブマみたいに使えます。それは、反省しないようですが、かなり速いので、別の話でも使ってみてください。立体起動装置は、起動の始め
はちょっと遅いので危険です。突き落とされないように気をつけましょう。2発で弱14って、当たるとかなり強いな。ラストは、4対4です。ここからは、超カットです。ヘビスナがあったら、よかったのですが、今回は、進撃の巨人コラボの武器を持ってきました。高く積み上がった建築とか、一体自動装置で壊したら強そうだけど、今回は、もう出番ありませんでした。自分の落下死対策にも使えるので、終盤に持っていてもいいと思います。危な、ヘビスナだったらやられてたな。せっかくだから、雷槍もっと使ってみたいです。結構、反動で後ろに下がっちゃいますね。雷槍を使った後の落下ダメージは、ないようなので、高い場所から降りるために使えるようです。ここで二人で突っ込むとやられるので、仲間と一緒に行動しましょう。敵が下に来たようです。終盤なので、硬い鉄で建築しておきましょう。できるだけ高い位置をキープしたまま、撃ちましょう。ヘビ砂があるので、あまり長い時間撃っている作戦です。あ、落ちちゃった。ちょっと撃たせずに降りちゃうので、雷槍の使用後は、反動で結構下がるのを忘れないようにしてください。しまいましょう。高くしすぎると落下しの危険もあるので注意しましょう。相手より3段か4段ぐらい高い位置がいいかなと思います。ヘビスナがあったら抜けそうですね。あ、欲しい。赤い一発だったのに。上にいるの？一旦、上がります。ちょっと、敵がどこにいるか見失いました。私には移動しながら攻撃するのはちょっと難しいです。高いので少し下げたいですね。あ、仲間が落下しちゃいましたね。この先は海なので大丈夫そうですが、少し降ります。最初に比べると降りるの上手くなったね。チャンスなので強襲します。2人ダウンさせることができました。あ、また仲間が落下しちゃいましたね。ラスト1人ですが、どの音が敵なのかよくわかりません。ストームから逃げるので精一杯です。上にはいないですね。仲間が敵の位置を教えてくれました。ストームダメージでリクロイ取れましたね。これでリクロイ10回目なんだね。リクロイ動画の2回目だけど、実は10回目でした。最近は、動画作る時間がなくて、あまり出せていないのですが、フォートナイトは続けているので、ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。バイバイ。